藤原誠一は、日本の詩人、翻訳家、編集者。戦前期日本のシュルレアリスムを代表する詩人。藤原清一、1908年1月10日、大阪府に生まれる。1926年、大阪府立北の中学校を卒業、法政大学予科に入学。1934年に、法政大学法文学部文学科を卒業。 卒業後は一時大阪に帰るが、1937年に友人である春山幸雄の紹介で第一処方編集部に勤務。その後、太平洋協会調査局に勤務する。太平洋戦争で召集され、1944年9月18日、朝鮮木浦沖にて戦没。北の中学在学中から試作を始める。 法政予科在学中の1927年、上田敏夫、上田保津、北園勝江、山田和彦らと、日本初のシュルレアリスム専門雑誌、バラ、魔術、学説を創刊。この時19歳。本誌は、ただの系譜にある雑誌、ゲイギムギガムプルルルギムゲムから北園勝江、稲垣たるほ、ウルカワヤスシリョラが、文芸短碑から上田敏夫が、 それぞれ藤原誠一の列に合流することで成立した。1928年、バラ、魔術、学説のメンバーと、西脇淳三郎、滝口修造ら、福井九るか不要のメンバーとが合流する形で、衣装の太陽を創刊。東京でシュルレアリスムを標榜する詩人の大半が、ここに集う。後に、シュルレアリストの国際的オルガナイザーとなる、山中治竜は、 藤原誠一から衣装の太陽を送られたことを機に、シュルレアリスムに傾倒する。1930年、滝口修造の首相により、シュルレアリスムの国際交流をもくろむ、L.E. スリリスムインターナショナルを創刊。本誌は日本語版の1号のみで収刊してしまったが、この路線は後に、L.A. ンジア・スリリステ、および日本初の本格的シュルレアリスム美術展。 海外超現実主義作品展として結実する。以上、三つの主要なシュルレアリスム雑誌すべてを主催した、ほか、福育たるかフヨなど多くの前衛誌の出資者となる。藤原誠一の詩は、言語感覚、個性、思想、美学において、同時代の多くのシュルレアリスム詩人、シュルレアリスム的傾向を持つ詩人たちの間で、際立っている。年の、 シ論第7冊に発表した、詩、魔法書あるいは我が祖先の宇宙学、1933年の文学第6冊に発表した、詩、成立などは日本のシュルレアリスム誌を代表する作品である。また、ロートレアモンのポアジズ・アイを初めて日本語に翻訳するなど翻訳家としても独特の存在感を放つ。ありがとうございます。